アウグストゥスのフォルムは古代ローマ時代のローマに作られたフォルム。広場の奥には軍神マルスの神殿が置かれていた。皇帝たちのフォルム内での14世紀頃の皇帝たちのフォルム紀元前42年、フィリッピの戦いに臨んだ第2回3等政治時代のオクタウィアヌスは軍神マルスを祀る神殿を建てることを誓った。 ブルトゥスやカッシュースを滅ぼし戦に勝利した、オクタヴィアヌスは、養父ユリウスカエサルの復讐を果たした。その後、政敵のアントニウスやポンペイウスを下し、紀元前27年にプリンケプスとなり、事実上のローマ帝国初代皇帝に就任した。皇帝となり、なおアウグストゥスと改めた、彼は皇帝たちのフォルムに、自身の名前を付けたフォルムの建設を始める。 ローマ市民に対しては、カエサルのマルス神殿建設計画を引き継ぐものであると説明していたが、実際は深刻化されたギーフ、カエサルの遺構を、後継者の自身に向けさせるための巧妙な仕掛けでも、あった。紀元前20年頃、ようやくアウグストゥスのフォルームの建設が始まったが、取得していた土地の広さでは予定された建築物が作れないことが分かった。 この問題を解決するために周辺の土地を強制収容するのではなく建物の設計を変更することにより問題解決を行ったため建設期間が長期化した。フォルムが完成したのは紀元前2年のことであった。112年に隣接地に開設されたトライアノスのフォルムに多くの機能が移りアウグストゥスのフォルムは半ば放棄されたに見えたが その後、ハドリアーヌステーが建物の改修を行ったことが分かっている。ローマ帝国末期でも、フォルムのエクセドラ部分では、教育や文化活動が行われていたようである。395年以降、このフォルムが機能していたという記録はない。発掘調査の結果、6世紀頃に戦乱か地震により、建物は崩壊したと推定されている。9世紀には、その跡地に、 修道院が建設されるなど、ここに大規模なフォルムが存在したことは忘れられていった。ありがとうございます。